今回の問題、スパニングツリーはネットワークの何々を介し何々の向上を実現するプロトコル、ループ構成で発生する何々を起こさないようにし、障害が発生した時には何々的に経路を変更させて信頼性を向上させることができる、何々で規格化されている。当てはまる言葉を考えてみてください。それでは答えの発表です。スパニングツリーはネットワークのループを回避し信頼性の向上を実現するプロトコルです。ループ構成で発生するブロードキャストストームを起こさないようにし、障害が発生した時には自動的に経路を変更させて信頼性を向上させることができます。 IEEE802.1D で規格化されています。お世話になっております、マサルです。大変お待たせいたしました。しばらく CCNA 編の動画をお休みさせていただいておりましたが、今回から再スタートです。今後しばらく毎週月水金の週3回更新を予定しております。 CCNA 取得を目指している皆様、改めてよろしくお願いします。それでは今回からスパニングツリー一緒に勉強していきましょう。今回はスパニングツリーの基本がテーマです。スパニングツリーというのはネットワークのループを回避したり信頼性を向上させるために利用されるプロトコルです。 IEEE802.1D で規格化されています。まずはこちらご覧ください。クライアントとサーバーがスイッチを経由して接続しています。この状態で通信できているうちは問題ないのですが、何かしらの理由でこのスイッチ間で障害が発生してしまいました。するとクライアントはサーバーに対して通信ができなくなってしまいます。今やネットワークはビジネスに欠かすことができないものです。ネットワークを安定して利用することのできる信頼性はとても重視されています。このように一つの障害でネットワークが利用できなくなると信頼性が低いということになります。そこで信頼性を向上させるために冗長経路を用意します。冗長経路というのは障害が発生した時に利用する迂回路のことです。迂回路が準備されていれば、万が一こちらの経路で障害が発生して使えなくなったとしても、もう一つの経路を使って通信を継続させることができます。冗長経路を作ることで信頼性を向上させることができます。ただ単純に冗長経路を作るだけではある問題が発生してしまいます。このように冗長経路を作った時にできる構成をループ構成というのですが、ループ構成があるとブロードキャストストームが発生して経路中の通信量が増え、負荷が高くなり通信が不安定になったり、スイッチなどのネットワーク機器がダウンすることがあります。ブロードキャストストームは口で言うより見てもらった方が分かりやすいと思うので、ブロードキャストストームが発生する様子をパケットトレーサーで見てみてください。それではパケットトレーサーを使ってブロードキャストストームが発生する流れを見ていきたいと思います。まず左側にスパニングツリーが無効になっている構成、右側にスパニングツリーが有効になっている構成があります。この2つの構成を比較しながら進めていきます。なお今回の作業はブロードキャストストームが発生するので、ご利用環境によっては PC に負荷がかかってしまう可能性があります。もしかしたらパケットトレーサーがフリーズしてしまったり PC に影響が出る可能性もありますので、そこはご注意ください。それでは始めていきましょう。まずは左側のスパニングツリーが無効の構成を使ってブロードキャストストームを発生させます。まずはループ構成を作ってみたいので、このスイッチ間接続してみたいと思います。こちらのコネクションを選択してオートを選択してスイッチとスイッチを接続してください。するとこのようにループの構成が出来上がりました。ループの構成が出来上がったら PC を選択して IP アドレスを設定してみましょう。今は 192.168.0.1 が設定されているので、この IP アドレスを 0.2 に変更して欄外をクリックしてみてください。するとここの LED が点滅を始めたのがわかるでしょうか。今 PC に対して IP アドレスを設定しましたが、この IP アドレスが重複していないかどうかを ARP を使って判断するんですが、 ARP がブロードキャストの通信なのでこのようにループをしてしまっています。通信をしている時に LED が点滅をするので、ずっとこのように LED が点滅し続け、データがループしていることを表しています。ではどのように ARP がブロードキャストされているのかを一度シミュレーションモードを使って見てみたいと思います。シミュレーションモードを選択して
フィルターがアープだけになっていることを確認してください。先ほどと同じように PC を選択して、今度は 192.168.0.3 にしてみましょうか。192.168.0.3 にして、欄外をクリックすると、PC がこの IP アドレスを他の人が使っていないか確認するためにアープを行います。アープの宛先の MAC アドレスはすべて F になっていて、ブロードキャストのフレームであることを表しています。ブロードキャストが届くと、スイッチは受信したポート以外から送信します。このように RAW4 から出しましたね。このアープのフレームはまた同じようにブロードキャストされます。受信したポート以外から送出されます。今、こちらのスイッチに届きました。こちらのスイッチも同じように受信したポート以外のポートからフレームを送出します。同じようにこのフレームもまたブロードキャストなので送出されていきます。このように同じフレームがぐるぐる回っている様子がわかるでしょうか。同じデータがぐるぐる同じところを回り続けてしまいます。冗長経路を作って信頼性を向上させることができますが、何も対策をしていないとこのようにブロードキャストの通信がループし続けてしまいます。一度シミュレーションモードからリアルタイムモードに戻します。すると LED が点滅し続けていることでわかるように、フレームをずっと処理し続けなければいけないので、ネットワークの負荷が高まってしまうということですね。このまま処理を続けてしまうと負荷がかかってしまうため、一旦このケーブルを削除しておきます。ケーブルを削除するとループ構成でなくなるので、 LED の点滅が収まりましたね。では次にスパニングツリーが有効の構成でブロードキャストを発生させてみたいと思います。先ほどと同じように PC を選択して IP アドレスを設定してみましょう。IP アドレスが 192.168.0.1 で設定されているので 0.2 に設定して欄外をクリックします。すると今 IP アドレスが設定されたのですが、特に LED の状態を見ても点滅し続けているようなことはないようです。ではシミュレーションモードを使って同じように ARP がどのように発生していたのかを確認してみましょう。シミュレーションモードを選択して ARP だけになっていることを確認して、次は IP アドレスを末尾3に変更して欄外をクリックします。 PC が ARP を作りました。 ARP はブロードキャストなので、どのようにブロードキャストされていくか見ていきましょう。まずはスイッチに届いて、受信したスイッチはブロードキャストなので受信したポート以外からフレームを送出します。次のスイッチも同じようにブロードキャストを送出します。このスイッチはここの LED の状態を見てわかるように、こちらから通信を送らないようにしています。なのでこちらの下側から送出せずにサーバーにだけ届けます。ブロックするポートを選択して、そのポートからはこのようなデータを送出しないことでループを防止することができています。一度リアルタイムモードに戻します。このようにブロックのポートがあるおかげで、物理的にはループ構成なんですが、論理的にはループ構成でなくなるので、フレームがループし続けるということがなくなります。なおシスコの場合はデフォルトでスパニングツリーが有効になっているので、特に何も設定していなくてもスパニングツリーが働き、ループ構成を作ったとしてもブロードキャストストームが発生しないようになっています。少しブロードキャストストームについて補足したいと思います。先ほど見ていただいたように、スイッチはループ構成の場合ブロードキャストストームを発生させてしまいます。一方ルーターなどで制御されている L3 のネットワークでは、IP ヘッドの中に TTL というフィールドがあり、 TTL で経由することのできるルーターの数が定義されています。ルーターを経由するたびに TTL の値が一つずつ減っていき、 TTL の値が0になるとそのパケットが破棄されるという仕組みがあるんです。 TTL によって制御されているため、 L3 でやり取りされている経路ではデータがループをして残り続けるということはありません。フレームの場合は TTL のような生存期間を制御するような仕組みがないので、ずっとループをし続けてしまいます。データがループをし続けると、先ほど言ったように通信量が爆発的に増加し、本来必要な通信の邪魔をして通信が不安定になってしまったり、フレームを処理するためにスイッチの CPU の負荷が上がり、ネットワーク機器がダウンしたりすることがあります。スパニングツリーを使えば冗長経路を持ったままブロードキャストストームが起きないようにして、さらに経路中に障害が発生した場合に自動で経路を切り替えて信頼性を向上させることもできます。そのあたりはまた今後の動画で詳しく説明していきます。それでは最後に今回の勉強内容をまとめましょう。
パニングツリーはネットワークのループを介し、信頼性の向上を実現するプロトコルです。ループ構成で発生するブロードキャストストームを起こさないようにして、障害が発生した時には自動的に経路を変更させて信頼性を向上させることができます。IEEE802.1D で規格化されています。このような名前もしっかり覚えておきましょう。それでは今回はスパニングツリーの基本を一緒に勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。